芸能ニュース番組 TMI ニュースでグループ BTS、防弾少年団のメンバー陣が高いアイテムを着用したスター10位を占めた。7日午後放送されたケーブルチャンネル Mnet TMI ニュースには高価なアイテムを着用したスターベスト14というテーマで開いた口が取り出がらないほどの価格のアイテムを着用した芸能人らが特集された。10位に上がった陣は、BTS、防弾少年団の新曲バターのミュージックビデオで着用したトレーニング服だけでもなんと771万ウォン。特にバターのミュージックビデオ衣装の総価格は1億2600万ウォン。ビッグバン G ドラゴンも愛したブランド R 社の1億1150万ウォン相当の時計を陣も着用している。ヒチョル&モモ、破局と報道。女優パクヘウン、演技力不足でドラマ降板。TVN ドラマ夕暮れ川、大プロジェクトドラマのヒロインに大きなプレッシャーも感じ、話し合いの末に降板することになった。同ドラマにはイゼウク、ファンミンヒョン、アリンの出演が確定している。天気を扱う若い術師の話を描く。プロデュース48に参加していたキムドア、日中関係19人が参加する Mnet ガールズプラネット999でサバイバル再挑戦へ。プロローグ映像が話題に。